はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。ファイアーエンブレム紋章の謎6回目やっていきたいと思います。第1部の5章ですね。ファイアーエンブレムというシナリオになります。マケドニア軍の主力を撃破した同盟軍はオレルアン城を解放すべくさらに軍を進めたと。城内に眠る貴重な財宝を敵に盗まれるうちに取り戻さねえばならないと。宝箱を開けるのは盗賊だけだよな。だけど俺たちの仲間にそんな奴いるのか、誰かがそうつぶやいたと。はい、まずアイテム整理ですね。前回のあれが終わってませんのでね。まず預けるものを預けちゃおう。マリックさんのナイトキラーで、誰だっけ、アーマーキラー持ってたよね。ゴードンさん、カシムさんか。ああ、鹿島さんの所持品になってるんだね。うん。はい、扉の鍵を、どこだっけ、ジュリアンさんね。扉の鍵をね、こっちにマルスさんに渡しときましょうか。で、会員さんまず1本預けてから、武器系でアマキラね。で、動画さん、はい、いたいた、アイテムもらうね。鋼の槍でナイトキラー、うん、これでいいでしょう。シータさんいらない。奥間さん、ナマルさんどうしようかな。行けそうな人を入れてから考えましょう。あと一人か。うん、これでいいでしょう。はい、行きましょう。あ、オープニング見ますよ。はい。何？ハラングが城内に侵入しただと？と。むむ、よし、アーマーナイトは敵を迎え撃て。アーチャーは玉座の守備じゃ。盗賊どもは財宝を集めて撤退の準備をせよ。よいか、奴らは一歩たりともこの部屋に入れるではないぞ、ということですね。まず扉開けないといけないね。はい。で、
まあ大丈夫ですね。待機、はい。はい、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。はい、ターン終了で、この扉の中にいる2人はね、お仲間になるんで、アリタン王子だってありがてえ、助かったぜと、オイルアリガードっていうケチな盗賊でね、この城へ盗みに入ったらマケドニアの奴らに見つかってこのざまさと、助けてくれた俺にオイラもあんたの力になるぜということですね。はい、まずね、動画さんを移動させて、でワープの杖ね、彼をこっちへ、この宝箱の上に置いときます。はい、で司祭に話しかけます。マルス様、私はカダインの司祭ウェンデルと申しますと。魔導の都カダインは我ら平和を愛する者の願いも虚しくガーネフに支配されてしまいましたと。今や多くの魔導士がガーネフに率いられてドルアの悪事に加担しておりますと。マルス王子、どうかガーネフの野望を打ち砕くために力をお貸しくださいと。小川さん、ちょっと前行きましょうか。はい、ナバールさんはね、ヒットポイントが少ないんで後ろだね。よし、これで行ってみましょうか。はい、間違えた。はい、ターン終了。どこかだね、あとは。ああ、なるほどね。ナバルさんを狙ってくるんだ。キルソードをね、装備しといた方が良かったかもしれんね。うん、そうだよね。まあ、オグマさん、うん、ああ、でも結構食らうな。鎧を着てないせいか。
ああ、かわされた。離脱必死やね。回収しましょう。キルソードね。オッケーオッケー。これを2人の攻撃を耐えてくれれば。いいよ、ハディさん、なかなか。で、内側入っていきましょうか。マリック34ね。まあこれ盗賊相手だったらいけるかもしれないね。仕留めきれんかった。はい、これでいきましょうか。回復されちゃったからね。一体でも倒しときたいね。よいしょ、オッケー。5000ゴールドね。よし、
で全部かな。はい、では、ターン終了ですね。うわ、耐えた、危なかった。やられるかと思った今。さあジュリアン、これかわしてくれれば、おいしょー、ナイス。おおおお、なかなか。司祭を移動させる必要あるんじゃないかな。あー、そっちへ行くね。なるほど。あ、これやばい。ユニットがなくならなくてよかったっていう感じですね。ではこの次のターンはまた次回にさせていただきたいと思います。今回はここで終了です。ありがとうございました。それではさよなら。